こんにちは、アフターメンテナンスの石田です。今回はよくあるご相談として、玄関ドアの調整をレクチャーしたいと思います。よくあるのが、玄関ドアを開けて自然に閉めるときにこうやってパタンってすごく強く閉まっちゃうってことがあります。お家の中の風圧とか気圧とかの問題でこうやって強く締まりやすい状態っていうのもあるんですけど、上についているドアクローザーという部品の調整でこのゆっくり締まるように、お子さんとかが指を挟んでも危なくないようにすることっていうのができます。はい、ドライバー1本でできますので。まずこれを開けて、開けたところのこのドアクローザー、ここですね、ここに1番2番と書かれたネジがあります。1番と2番で調整する場所が違くて、1番はここからこの辺までの速さを調整します。で、2番がここからここまでの速さを調整します。なので今回は2番を調整する感じですね。バタンって閉まらないようにするっていうのは基本的には2番です。で、2番をこれを右に回すと今の部分が遅くなります。閉めた時にここで、さっきよりは遅くなったんですけど、まだちょっと早いな。もうちょっと右に回します。ゆっくり締まるようになりました。で、ちょっと遅すぎるなっていう時は逆に回してあげればまた早くなります。はい、玄関ドアの調整の仕方をレクチャーさせていただきました。まあ、このような形で自分でドライバー一つで調整することもできるんですが、ちょっとまあ微調整とかも必要なやり方になりますので、不安な方であったりはムックスタイルのムックサポの方にご連絡いただければ対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。